ひろゆきがツイッターで自撮り上げてたの見た、見てない。何それ。あの人自撮りとか上げんの。ナイキが炎上してる。何それ。ん？ナイキの CM が日本人が人種差別をしてる風に仕立て上げている。それで日本人が怒ってんの？ちょ、見てみるか。ナイキ CM って。日本のナイキが発信し炎上している差別問題に関する広告を動かし続ける自分は未来を The Future Isn't Waiting 本国アメリカでも波紋を呼んでいる。本国と書いた理由は2つ。一つはナイキが米国企業であること。一つはブラックライブズマター運動からも分かるように、自由と平等の国アメリカにも実は400年以上にわたる。いやいや、てめえらふざけんなバカ。お前日本と、お前らだろうがバカ。諸悪の根源はバカ。誰がなんで日本巻き込むんだよ。実は400年以上にわたる根深い人種差別があって、大体差別なんかてめえらじゃねえかやってんの。特に今年は世界中に知り渡ることになったからだ。今回ナイキジャパンが発信した広告が炎上した。ナイキ製品のボイコット運動にまで発展し、アメリカでも議論の対象になっていること、アメリカ在住の記者も、米主要各紙から知った。ちょっと見るか。時々考えるんだ。うん。これ。え、なにこれってさ、日本で流れてんの？アメリカで流れてんの？まず。それだけ教えて。どっちで流れてんの？日本なんだ、オッケー。私って何者？まあ、あるよな。うめえじゃん、こいつサッカー。女だろ。できることなんてあるの？私、期待外れなのかな？普通じゃないのかな？このままでいいのかな。え、何が。足生な。全部無視できたらいいのに。私浮いてる。もっと馴染んだ方がいいのかな。ここにいちゃダメなの。なんかいじめの、いじめがあった。みんな注目。今日は転校生を紹介します。みんなに好かれなきゃ。我慢しなきゃ。気にしないふりしなきゃ。関係ないじゃん。学校なんて大事なのよ。学校と一緒にしないで。今までずっとそうだった。それが当たり前だって思ってた。でも、そんなことないかもね。ないね。ないでしょ。ありえないって。いつか誰もがありのままに生きられる。子供のサッカーうめえな。世界になるって。でも、そんなの待ってられないよ。マジでなんで炎上してるか本気でわからない。本気でわかんないんだけど、何がこれ、これ何が炎上してんの？なんで？これの何が炎上してんの？これが。このナイキジャパンの広告はツイッターでは1500万回以上、上記 YouTube では990万回以上視聴されている。またツイッターでは7万6000ものいいねがつけられている。11月27日に公開された直後は内容についてポジティブな反響が多かったが、31日以降になると広告メッセージに反発する否定的な意見が増え、YouTube でも高評価の数とともに低評価の数が増えている。上記ワシントンポスト紙は炎上の背景として、炎上してんのこれ。日本の女子学生が直面している人種差別にスポットが当てられ、これらはスポーツを通じて克服できることが表現されたものだが、このような問題について積極的に議論することに慣れてない国では激しい反発を引き起こしている。ロイターも、日本は伝統的に人種が単一であることを誇りにしてきた国だ。大坂なおみ選手のような成功した混血アスリートは、その中でも難しい挑戦はあるけれどとしている。加えてワシントンポスト紙は、日本が単一民族国家だと。え、これ日本の中で炎上してんのこれ。単一民族国家だという神話が国民のアイデンティティの一部にあり、そこから先住民族のアイヌの人々、そして韓国人、中国人、ミックスレースの日本人、ハーフ、移民の人々に対する差別を助長していると指摘。ただし、差別を主張し、
誇張しているのはナイキ側で、日本だけをまるで差別国家のようにフォーカスするのは不公平というソーシャルメディアで上がっている多くの人々の意見も補足で添えられた、これマジで炎上してんの、これで。で、それでなんで西村博之がなんかあれすんの、日本にはこういうことがあるんですよねって言ったの、それで。それに対して、あ、ひろゆきはナイキが好きだから、そのナイキの服を着て自撮りを上げて、その自撮りが抜群にキモいで、そっちだったらわかるよ。むしろフォーカスが当たるのそっちだよ。あんな、こんなクソどうでもいいよ、あんなの。ナイキ悪くねえや。それだったらわかるよ。みんなの言ってることはわかる。気持ち悪いとか言ったらわかるよ。ちょっと西村ひろゆきの自撮り見よう。気になるわ、若干。へぇー。見せろ、その、なんでその、自分で見ろんな。西村ひろゆきスペースツイートで、ツイッターで調べてくれ。スペース自撮りで。